どうも、大の字です。うーったー大の中学校、うーったい。おはようございます。テレ朝の特番の時に、ジグザグ武道館にいます、紅白にいますよって言った俺の一言で今日決めた。ちょっと嬉しいかっていうのは。すげえ。ジグザグさんに言わなきゃ。ジグザグさんに俺たちの手柄ですよ。ジグザグさん分かってます。大分のフェス分かってますよね。大分のフェス分かりますよね。ギブアンドテイクって知ってますね。与えたもの、そして恩返しするもの。すげえな、でも。おはようございます。お願いします。お願いします。2時間近くやるんで今日。でもなんかいろんな曲なんかね、お弟子さんが多分かけて、どんな感じになるかまだまあわかんないけど。楽しかったです。はい、時間間違えてて11時までだと思ったら10時40分だと思ったので、すごい横で時間って言うんだけど、いやまだあと20分ありますよって、いやいやもう終わりだから、なんなら過ぎてるからって言われて、明日はそのミスだけしないようにちょっと頑張りたいなと思います。はい、またちょっと明日の準備したいなと思いますので、明日も頑張ります。メトロック最高、天気持ってよかった。お願いします。おはようございます。晴れましたね。晴れたというか、雨がまだ降ってない。このまま持てばいいですけどね。これがでもすごいわ、雨予報で雨止めるって。素晴らしい。大谷さんのフェスの晴れ男伝説がありますからね。よろしくお願いします。お願いします。やるぞ。
今日はやりますよ。今日はもう時間がちゃんと分かってるから、はい、下のお願いします。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。お願いします。お願いします。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。涼しかったから。あー確かに。なんかそれがあったんで良かったですけど、これで天気良くて激暑かったらもっと休憩してたと思うんですよ。どうした？雨降ってるんですか？マジで？すごくない？マジで降ってきましたね。これらが終わって雨降ってくる。本当に音止めたらパラ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 めっちゃ降ってるよ。怖いね。もうマジで怖いんだけど、大谷さんが俺。最後の曲止まってからシュッシュッシュッと。やばい。本当だ。みんなカッパ着始めてる。怖。マジ。これがフェスでの大谷さんの奇跡です。毎回これですよ。すいません、ありがとうございました。何やってお前何やってる。俺のバックだよ。何やってる。ちょ待てってお前マジで俺財布なんで人のバッグ使うんだよ。入れるもんがなかった。ちょちょダメだってお前。ホントそうだもん。 CD 回収しちゃった。すごいデリカシーないよね。ちょマジで雨降ってきたんですけど。雨降ってきちゃったんですよ。マジだ。いやマジで怖いよね。怖い。音止めていきなり止まったら雨降り
怖いね。だよ、ほんとそういう力持ってんのも怖いし、俺のバッグ使うなって。お前かぶったんだよ。何かぶってねえよ。お前そのバッグだって平気で財布の中に入ってんじゃねえかよ。あ、畜生見られたか。当たり前だよ。長い時間隠そうと思ったのに。ひょこひょこバッグつけてって言っちゃった。疲れてんだよこっちはよ。バッカーショー、バッカーショーもなんてね、触りたいから。違う違う違う。いや、こんなさ、出番までバッグ持っていくっていうよくわかんないことすんなって。どういうことだよ、出番終わりすぐ隠そうと思ったんだよ、バッグを。なんで隠すんだよ。隠す意味がわかんない。一日なんかエンターテイメント、エンタメやってなかった、エンタメ。エンタメじゃねえ。西野君が言うエンタメやってなかった。バッグ隠すってエンタメじゃねえ。小学生だよ。かまってほしい小学生とかで財布ごと持っていくって。ああ、あと当たり前のに使ってくる、その充電器も折れんだろ。これ何が普通に使ってるけど。何がじゃ。これはでも俺のもんじゃない。違う違う、違う俺のだよこれ。同じやつ俺持ってたのよ。違うよ。でなくなったからさ。いや、ひどくない？結果なんか俺が悪い。俺がすげえ嘘ついてるって。一回俺が盗んでみたいじゃん。お疲れ様でした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 。ありがとうございました。どうでした？いや、朝早いです。まあいいか。でもすげえ楽しかったです。楽しかったです。やっぱはい、もう2日間激堪能させていただきましたね。え、お客さんも楽しんでくれたらよかったら、はい、よかったらこの YouTube 見てとあのコメントをください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか、来てくれた。よかったんじゃないですかね。超良かったですよ。良かったですね。なんかですね、やっぱ向いてるなと思いました。楽しかったです。なんかお客さんもめちゃくちゃ楽しんでくれて、いい感じの DJ ができたんじゃないかな。また皆さん遊びに来てください。パーティーとかやったりとか、あとフェスいっぱい出たりとかしますので、現場に皆さん遊びに来てくれて超嬉しいです。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。チャンネル登録しちょくれー。